で、地域貢献の一つとしてですね、福島県の食材の安全性を訴えていこうということで、市役所さんにもお願いしてですね、ここ市役所の管理している牧場なんですけど、牧場さんにも協力いただいて、場所の提供と、それから市役所さんで用意していただいたうねメニュー、それから郡山さんの豚、それからここで飼ってる羊肉、それからここの石虫牧場で作っているウインナーですね、それとあと郡山さんにこだわって郡山さんの野菜、それからあと熱海の梨ですね、梨も美味しい梨を提供いただいて、あと地場の朝構えですね、あとは午前中10時半からですけど、ここの研修室をお借りして、放射線の正しい板を京都大学の渡辺先生はじめですね、4名の先生方においでいただいてですね、正しい放射線の知識を持っていただいて、郡山のこの福島県の中通りは、今の線量なら、人間の通常に生活していく上においては安全なんだよということを訴えかけていけれたら、でやっぱり全国に避難されてる、ね、放射線恐れるあまり避難されてる方にももう健康被害自体は特別原発に近いところに行かなければ安全安心なんですよと、我々もこうやって、福島県の食材ってもう今全部検査されて、基準値以下の最も福島県の食材が一番安全なくらい安全なんですよということを訴えていきたいと思って今回のイベントを、企画しました。はい、おいしいよ。